はい、こんにちは。テル・アレクサンダー・ベルセンスです。本日、本日の商品紹介ですが、こちらの商品をヤフーオークションにて出品いたします。商品は、自動車メーカー、日産の粗品ですかね、乗ってカンガルーっていうキャラクターがあるんですけど、それの桜パッケージで、未開封です。中身こんな感じです。カンガルーのぬいぐるみですね。未開封とは言いましたが、開封してみましょうか。これ開封してみたらもう未開封じゃなくなるんですけど、まあそれは大丈夫でしょう。見た方、こんな感じです。やめときますわ。なんかシールが貼ってるんですよ。これはね、おそらくね、メーカーが貼ったシールじゃなくて、多分私がですね、その辺部屋にこう止めてた多分ガムテープが多分くっついてしまったやつだと思いますので。おっと、手にくっついた。はい、では少しですね、開封してから商品紹介していきたいと思います。はい、こんな感じのぬいぐるみです。で、これ以上はね、もう開封しませんよ。やはり新品として開封できちゃう。ちょっと待てよ、未開封で出すつもりだったんですけど、ここを見ればわかるように、誰かがすでに開けてますね。ただし新品です。これはね、多分ね、もう紛れもなく新品です。この紐があって、このタグとかのよれもなければ使用感全くないので、でも本当にもうちょっと開けただけだと思いますよ。はい、子供もこんな感じ、取れます。可愛いですね。どちらが可愛いですか？何かちょっと小芝居したいところなんですけど、今そういうテンションじゃないのでやめときましょうか。またちょっとね、あの人形の芝居とか見たいとか、そういうリスナーの方がいたらね、まあいたらやります。はい、じゃあ元に戻しときます。ぬいぐるみとかが好きな人はいいんじゃないですか。はい、で、私はね、ぬいぐるみ嫌いなんですよ。ぬいぐるみっていうのはやっぱり置いとくとどんどん雑菌とかが溜まってきて、やっぱり肌に悪かったり、やっぱそれをこう抱きかかえて寝たりして顔に当たったりすると、顔の中にこうダニが、顔ダニっていうんですかね、ついて、あ、商品紹介じゃないじゃん、もうこれ逆に宣伝できてない。まあ少なくともこの中に入ったぬいぐるみは綺麗なんで大丈夫です。なので、まあ私からの一つアドバイスですが、ぬいぐるみとか、ぬいぐるみ好きな人はしっかりと普段から清潔にする必要がありますね。はい、あと商品紹介以上になりますが、何かご質問がないような、というか何かご質問あるでしょうか。ご質問が出てこないように写真を貼って動画を出しております。でもそれでも質問がある方はどしどしご応募ください。で、ご入札のほどご検討くださいませ。ご視聴ありがとうございました。